こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は長野県長野市長野駅善光寺口にやってきました。9月に入りまして、秋はもうすぐそこまで訪れようとしています。周辺乾燥した風が吹いていまして、若干秋の雰囲気を感じることができます。善光寺口といえば、毎回訪れるのは周辺に位置します JR 東日本長野総合車両センターです。信濃鉄道北信濃線を北長野方面に歩くこと約30分程度。今回も廃車置き場の方を中心に見ていきたいと思います。前回様子を見に行ったのは約2ヶ月程度前、7月上旬かと思います。ここ直近、長野総合車両センターに首都圏から廃車改装配給された車両で言いますと、7月13日に高崎車両センター所属211系3000番台、 10編成4両、その後8月8日に鎌倉車両センター所属 E217系基本 Y36編成、11両ともに新潟車両センター所属 EF64型、相当連結機を搭載した1031号機の牽引により、こちら長野に到着しています。廃車解体作業がどの程度まで進んでいるのか詳細は不明ですが、この後行って様子の方を見ていきたいと思います。そして廃車置き場の方に長らく留置されていた保存車両にも大きな動きが出ているということです。こちら長野市役所です。どちらにしても行って様子の方見てみないとはっきりとしたことは言えません。こちら北信濃線です。北長野方面に約20分程度歩いていきますと、廃車置き場の方見えてくるかと思います。適当に喋りながら歩いていたら、本日もよろしくお願いします、タイミングを逃してしまいました。改めましてよろしくお願いします。ということで、奥からキハ110系でしょうか、こちらは飯山線から北信濃線に直通しまして、長野に向かう普通列車。ここ最近長野に訪れる機会なかなかなく、2ヶ月空いてしまいましたが、前回廃車置き場の様子記憶をたどってきますと、雲や143、8と9が残念ながら解体、その他に189系 N102 編成の中間車4両が解体されていました。すでに全て終了しています。廃車置き場がだいぶ近づいてきました。踏切が動作しましたので、見に行こうと思っていたらもう通過してしまいました。115系、かぼちゃ色の懐かしい車両が通過をしてきました。遠くに見えてきました。しかし留置されている車両とても少ないようで、未だにこの場所からでは確認することができません。今までの流れで言いますと、 E235系1000番台の増備が進み、 E217系の廃車改装配給が月1度程度行われていました。海外譲渡の話が持ち上がり、3月23日以降一度も行われることはありませんでした。しかし海外譲渡の話がなくなったようで、8月8日になりますと再開。もともと留置車両が少なかったところに211系10編成や Y36 編成がやってきたところで、あっという間に解体作業は終了してしまったようです。右方向を見ますと保存車両がたくさん見えています。以前から確認することができた車両ばっかりです。しかし移動があったのか配置が変わっています。そして真ん中、 ED60 型の1号機でしょうか、新たに外に姿を現しています。この場からでははっきり見ることができませんので、いつものようにぐるっと一周見ていきたいと思います。残念ながら重機周辺、解体現場周辺で車両を確認することはできません。角度を変えますと DD16 型
通称チビロクなどと呼ばれていますが、11号機が1両で留置。そしてこちらは189系の先頭車同士、2両でしょうか、わさわと確認することができます。雲屋がありまして、115系高崎地区で活躍していた車両。そして解体現場を見ますと、スクラップの山。こちらの車両は一体何だったんでしょうか。 E217 系のような気もします。解体作業はすでに終了しているのか、重機は動いていません。左を見ますと、松戸車両センターに所属する E233 系、2000番台がワンマン対応改良工事といったところで入場しているようです。本日建屋の中も覗くことができます。こちらは E353 系の中間車のようにも見えます。右に行きまして、E233系2000番台です。電流線の方を見たところで、長野周辺で活躍する車両ばっかりです。特に変わった車両留置されていません。 E353 系やキハ110系、さらには211系。 E353 系の方に関しては付属編成となります。おそらく特急新集合で運用されている車両かと思います。そして今回一つ忘れていた車両があります。新潟地区で運用されていた E127 系0番台、南部支線に転用されることが決まり、 V12 編成と V13 編成が改造のため入場していました。 V12 編成に関しては改造工事終了しまして、一旦神津車両センターの方に配給。その後自走で新たな配属先、鎌倉車両センター中原支所の方に改装されています。 V13 編成の方まだ入場しているはずなのですが、確認することができていません。一体どこにいるんでしょうか。橋の上にやってきたものの、特に動きが分かりません。この後は廃車置き場が見える場所に移動します。 E353 系、付属編成に関しては3編成確認することができています。そのうちの1編成は通電中。そしてこちら建屋が見えてきましたが、修繕庫となります。奥に車両、何か入っています。どこかで見たことがある車両です。 E127 系0番台、新しく色が変わっています。前回配給、そして新しい配属先に向かった車両は V12 から V1 へと変化をしています。こちらは V13 から V2 に変化しているかと思います。車両前面の編成番号までは確認することができませんが、改装という前面表示、車内で何やら作業が行われています。もう間もなくしますと校内試運転、そして新たな配属先に向かうんではないかと思います。車両側面もラインカラーが変わっています。元のキムワイプ、もう見ることができなくなってしまいました。続いて廃車置き場が見える場所に移動します。廃車置き場が見える場所に到着をしました。正面の車両 ED60 型1号機と確認することができます。1958年から60年にかけ8両製造された電気機関車です。1950年代といえば大型電気機関車ばっかり製造されていました。ローカル線に入線できないということから、こちらの車両が製造され運用されていましたが、1985年になりますと引退、1号機のみ保存されています。胴体保存ではなく生体保存のようです。今までは建屋に収まっていたようで見ることができませんでしたが、今回外に誘致されているということで見ることができています。奥を見ますと EF65 型、何号機かよくわかりません。しかし車番プレートなさそうです。
以前はこちらの DD16 型11号機と連結されていましたが、切り離されまして奥の方に移動したようです。続いて189系となります。 N101 編成の1号車クハ189-510、ヘッドマークの方取り外されまして、防犯カメラ作動中の張り紙がしてあります。中間車の4両は解体されてしまいましたので、6号車クハ189-9と連結、2両の状態となっています。もう移送することはできません。今回一通り様子を見てきました。直近で廃車改装配給された車両はもういません。廃車解体済み。そして気になるのはこちら保存されている車両、一体どのように今後なってしまうんでしょうか。引き続き動きがあれば様子の方見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。しばらく待っても何も出てきません。構内試運転も行われないようです。そろそろ移動したいと思いますので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。